はい、では行きましょう。星139、これは高い。136キロ最高値で、コンスタ35から50なんで高いですね。そしてカーブが3ということで、あーなるほどね、同じ球種か。これはちょっと新しい球種であってほしかったところではあるが、まずは取るか。球速落とすんじゃね。よーし、変化球入ってきたね。いやー、これな、こっち行きたかったけど、球速を落とすんじゃねえ。体力を落とすんじゃねえ。オッケーオッケー。ナイス回復。これは行くか。9G。オッケー。キレ。いいね。だいぶ歩数使っちゃったけども。まあ、変化球、2段階アップ。それと、球速は2キロ。コンスタは、ワンランクか。あまり上がっていないな。よし、新しい球種。めっちゃ一本道なのが気になるが。うえい、ちょ待ち。さ、コントロール。まあ、無地が、青が無地にならないでよかったか。これは球速だけ行きましょう。で、変える。高速スライダーですね。ということで、このステージ終了。はい、第3ステージ。また一気に帰ります。あ、そして新しい球種。ほう。あー、こっちだと赤先に行かなきゃいけなくなっちゃうもんな。だから、おいっす。オッケーオッケー。浮かんだ？吹っ飛ばし。オッケー。球速いいよ。球速をガンガン上げていけ。そこの変化球は最後だな。セキュ力そこじゃないな。宝箱から欲しいものは。はい、ということでステージ3終了。変化球がね入ってきてるんだけど、レベルが全然上がってない。さあ、なんだこれは。スライダー。おー、なるほどね。藤波くんや。藤波くんからコントロールをもらったら絵になる。さあどうだい。球速の回復。わっと待てよ、ちょっと待てよ。1234567891。ヒーリングがね動けなくなっちゃったよこれ。マジか。カレン来い。位置が微妙。どこだどこだどこだ。よしよしよし、オッケー。これでとりあえず2つはいける。で、回復してシャッフルしてもう1個いける可能性。よし、制球力。あー、1マジか。1マジか。ほい、スタミナアップ回復して、これでもう1球種。よし、来た。ノリノリ。よし、2段階持ってけ。よっしゃ、オッケー。いや、予定通りだね。狙い通りです。あー残念。まあ、ヒーリングがなくなるよりかは。お、ボナステだ。宝箱がない。青赤ダブルアップダウン。それか博士。博士もね、2倍にしてくれればいいんだけどね。ちょ、待ち。とりあえず新しい球種ゲットして506。ちょっと待ってよ。博士届かないんじゃないか、これ。歩数で、今、やや下だね。進藤さんの2個下にいる。来い。1、2、3、4、5。よし、来た。これ、成功したらやばいぞ。変化レベルがえげつない。きたー。やべえ。これはやべえ。進藤さんに会って、さらに、あー、ダメか。いや、進藤さんにこれ会ってさ、ツーシーム入ってたらやばくない？これ690やばいっす。これは素晴らしい。
コントロールがね、もう元から簡素だったのがもったいないかなという、そんな感じでしょうか。はい、名前設定してきました。名前ムック星692ということで、これはえげつないですね。総変化量16、これはやばいです。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、防御率 2.97 で第7位。全然活躍してないんだが、11勝14敗、こちらは阪神なんで、トータル的に勝てないチームだからということでしょうがないとして、防御率よマジか。クオリティスタート、ハイクオリティスタート、そして奪三振こちら250個で菅野さんに負けた。要は特能の差なのかな、これは。ちょっとね、思ったよりも結果出なくて逆にびっくりしております。変化球が全てじゃなかった。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチー。